トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。3月10日金曜日の朝です。昨日は600キロの筑名市にある持ち寄りが無事に終わり、帰宅したのは9時頃でした。比較的早い時間の帰宅で、昨日は助かりました。コンテナに積み込まれたハタたちは今頃三沢の放給地に到着して、餌と水を与えられ休養し、明日の放給を待っていると思います。ハトの帰ってくる姿を早く見たいと思います。展望台に入れてありましたオスバトたちです。選手バトがレースに出てますので、空いた厩舎の中、今自由にさせて遊ばせてます。明日のお昼ぐらいまで厩舎の中に置いといて、昼過ぎてからはまた狭い展望台の方に移動させたいと思います。選手バトがいないひととき、今日は水浴びをさせてます。このオスバトたち、うちのストックバードなんですよね。種バト候補と選手バトで使わなかったハト、または怪我をして使えなくなっちゃったハトというのが残ってます。全部で7羽いるんですけども、レースが終わるまでちょっと狭い部屋で我慢してもらいながら、選手バトの応援をしてほしいと思います。いや、久しぶりに水浴びということで、皆さんこうやって喜んでます。このハトたち不思議ですよね。広い厩舎の中に入ると、まあ喧嘩ばかりしてるんですけども、狭い展望台の中ではみんな寄り添って仲良くしてます。その辺はやっぱ状況をわきまえた行動をするんですね。ハトはお利口さんです。水浴びした後は各ハト自分の好きな場所に戻って寝そべって羽を乾かしてます。本当にハト水浴び好きですね。毎週1回この水浴びをさせるとハトのコンディションも良くなるようです。これはもう種バトとして使った老朽トムタイタンですね。このハトの直行孫バトでレースを楽しませていただきました。感謝感謝です。このハイゴマの鳥は種バト候補ですね。ドン・ビトーのラインで、まだ種バトとして使うかどうかは決まってません。小柄なオスバトです。これは体の大きな種バト候補、秋には使っちゃうでしょうね。手前の東側の厩舎、ここをオスバト厩舎として、真ん中の厩舎をメスバト厩舎として今管理使ってます。手前の今これオスバトですね。もうじきまた展望台に入れてしまうハトです。でこの金網越しの向こう側にいるのがメスバトたちです。レースバトが帰ってくる時間帯になりましたら、このオスとメスの分離している扉、ここを開いてメスバトは自由にこの厩舎の中を移動できるようにします。レースから帰ってくるオスバト迎えて、オスバトを元気にして次の800キロを向けたエネルギーの蓄積、精神的リラックスを与えられればいいななんて思ってます。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。選手バトがレースに出ていて残っているハトをご覧いただきました。またお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。